にちは、かくすけです。スーパーマリオ RPG 続きをやっていきます。で、ここ走っちゃいけないらしいから走らずに、ここにも鍵がかかっています。マルガリータ様をね、倒しに問いただしにかな、行きましょう。君門番的な役割をいつも持ってるんだね。はい、106、えい、よしよし。これじゃ倒せない気がするな、一匹も。倒せないな。まあ、最初はジタバタしてるだけだからね。ほい、よしよし。あれで倒せないならね、あんまやる意味はないね。ディフェンスアップ。ほい、よしよしよし。お、ボンサーゲイン、あ、ディフェンスアップか。まあ、いっか。この二人がちょうどディフェンス低いからね。91。よりにもよってマロちゃんに来たな。はい、あらら、喉が変な感じするぞ。OKOK、 G のレベルが上がりましたね。と170から5上がる。お、3も上がるぞ。これはこれかな、多分攻撃力アップ。いくぞ。ここにいるか、マルガリータ様。お、ドドもいる。マルガリータ様、マリオがクイーンフラワーを倒してこの国に来ちゃったっす。マリオ？一体どんなやつざます？ふさふさのひげにしっかりしたもみあげに立派な足を持っているっす。はて、どこかで見たことあるような、ないような、ないような、あるような。あ、気づいちゃった。持ってきた逃走ザマス。あらあらあら、マルガリータ様どうします？慌てる必要はないザマス。私の持っているこの鍵がないことにはマシュマロは外に出られないザマス。でも王様大丈夫そうな感じがするね。うるさいザマス、しつこいザマス、かわいそうに。ドド、教えてあげてるのに。何ザマス。まあ、銅像じゃなくてマリオ。マルガリータ、その鍵をよこすんだ。おマロちゃん。もう、はてなはてな。あなたはどちら様じゃましょ。僕は本物のマロ王子だ。まいったか。本物。しかし盗み聞きをするなんて、なんて卑怯様しょ。大きい声で喋っていて何言ってるんでしょうね。ねえ、卑怯ついでに私も逃げてよろしいこと。あ、はーい、ざます。あ、嘘。あら、マルガリータ様が逃げちゃったっす。一緒に逃げるっす。あららら、あらららら、ドドちゃんも。見事な逃げっぷりですね。なんてのんきなことを言ってる場合じゃありません。早く捕まえましょう。だね。捕まえに行こう。何かない？ここら辺とか何かない？大丈夫？行こう。と、セーブして。こっちかな？はい。はい、オッケー。マシュマロの国でーす。よし、じゃあ行くぞ。君たち強いんだよねー。あ、よかった、2匹だけだ。はい。衝撃を受けさせとけばいいのか、とりあえず。あれ？衝撃受けなかったね。よしよし。あの辺なら弱いからいいんだ。はい。衝撃を受けさせる。あ、受けない。電気ビリリかけとく。よしよし、倒したかな？え？一発しか倒、あ、一匹しか倒せなかった。はい。どうしよっかな。どうしよっかな。予想外。あ、決勝来たか。このやつを倒すべきだった。あ、しばらく来ないでしょ。倒して。マロちゃんに倒させよう。よし。いいね。てれ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 てて。お、クッパ様。さっきね、ちょっとね、かわいそうな状態だったからね。メガクッパプレス
はい、クッパ様大きくなる？あ、スペシャル確認するの面倒だね。よしよし、この陣形ね。はい、どうだろうな。おー、強っ強っ。なんだジーノのさっきの強さは。決勝か。まあ、サブザメよりはマシだけども、決勝強いよ。うん、いいね。衝撃を受けた。これは電撃ビリリでいけるね。よし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 、ジタバタしている。はい、よし、そう、よし。ふふふ、やっぱ電撃ビリリする必要なかったかな。よし、最近ね、電撃ビリリがちょっと能力不足になってきたね。よし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 、カエルコインが19枚か。おっと、あ、しまった。まあ全員倒していこうか。倒せー、倒せなかった。衝撃受けた。オッケー、サブザム来た。やだー、サブザム強いよー。混乱している。ミヤ放置だな。はいはい、オッケー、衝撃受けてくれ。よし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 、じゃああとはこの子を攻撃。うん、ジタバタしている。ほい、倒せたでしょう。これで倒せなかった。外した。よし、いいね、今回そんなに食らわずに倒せたね。強っ、マロちゃん。オッケー、いきましょうか。お、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 こんなところに。よいしょ、わー、やった。いや、さっきのやつも倒さなければよかった。よし、お、トドもいる。ドドは普通にぶつかっちゃった。よし、戦うぞ。はい、ドド何考えてるんだろう、この子。あ、食らった。うわー、強そうだもんね。銅像で、銅像でいつも練習してるからね。違う、何考えてるんだい。はい、うん、553、腹減ったずら。そういう喋り方なんだね、君は。あ、やばい、55。ドドちゃん強い。回復しないとな。おわ、強いよ、早いよドド。はい、よし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 、回復シャワーしよう。はい、タイミングわかんないけどうまくいったっぽい。オッケー、羽ば、羽ばたき打ち封じ。あー、食らわなかったね。何それ捨てたっけな、ジーノは。あー、食らった。疲れた？あ、逃げてった。ドドちゃんは逃げていくんだね、この子。お、レベルアップ、やったね。お、強いぞ、すごいぞ。あ、これすごいぞ、これだな。魔法攻撃あんましないんだけどね、マリオの場合。え、なにこれ。あ、嘘。やばいぞ、やばいぞ。あ、落ちたー。嘘ー、そんなに落ちるの。マリオの表情よ、その。そんな落ちすぎだよ。この先は温泉です。王族しか入れません。こんなとこまで戻ってきちゃったの。戻りすぎだよ。あ、マルガリータ様だ。マルガリータ様、いいぞ、取り囲んだ。マルガリータ様、王様のご病気は。奥様はどうなされたのでしょうか。マロ王子はお元気なのですか。あーだーこうだーこうだー、あーだー、いいぞいいぞ。キー、わ、やかましいざます。あんたたちの相手をしてる暇などないざますと言いつつ相手をしてしまったから。よし、マリオが来てしまったざます。へへ、おっちょこちょいだな、マルガリータ様。ドド、ドド、なんて役立たずざましょ。もう逃げられないようざますし、
どうぞ、聞こえているざますか？マリオの相手をしているうちにさっさと来るざます。ということで、あんたもさっさと来るざます。おし、倒しちゃるよ。おー、セクシーだった。ドド、ドド、どこにいるざますか？あ、来た、ドド。あなたも遊んでいないで手伝うざます。お、あ、来るか。あ、マロちゃん連れてった？嘘。え、タイマン勝負？連続攻撃。え、きついよ。マロちゃん一人？きついよ。消えてる暇もない。ちょっと待って、雷毒管がいいかな。失敗。95。普通に攻撃でいいな、これは。あー、強いよ、ドド。よいしょ。うん。あ、羽ばたき口封じ、まずいぞ。回復できない、なんと。キノコはまだ早い。行くぞ、マロちゃん。うちのマロちゃんも強いんだぞ。うんうん、連続攻撃。あー、これがきつい。31。うーん、スーパーキノコ使うか。これは勝ちたい、ぜひとも勝ちたい。ひょっとしたら絶対に勝たないといけない戦いじゃないかもしれないけど、うちのマロちゃんは強いんだぞ。よし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 、やったぜ。帰ってきたよ。こっちはこっちで戦ってるんだね。あー、マルガリータの考えてることが聞きたい。帰ってくるかな、マロちゃん。よいしょ。あ、チームウェーブかけてないね。いい体してるんだけどな。頭ね、これ鳥っぽくないけど、あ、ちっちゃいくちばしがあるのかな。チームウェーブをかけよう。よし、うまいぞ。いいよいいよ。で、まぐるまぐる。98。あん、でも弱いね。マルガリータさんは弱いね。魔法が強そうな人だからな、この人はね。今まで普通の攻撃だけど、よいしょ。うん、いいね。水蒸気爆発。あー、これきついやつだ。あ、弱い。弱い、マルガリータ様。あ、ドドが来たぞ。ん、中が。ドド、もう負けちゃったざますか？そこにいると邪魔ざます。こっちに来るざます。え、あ、そこに行くんだね。まるちゃん帰ってきた。でも口封じされてるのがちょっとな。回復できないかな。ウルトラジャンプ、あ、違う、ウルトラジャンプ。元気になったっぽいね。じゃあ何考えてるか聞いてみよう。ドドはまだ腹減ったって言ってるのかな。自分も自慢したがってる。大した男じゃないわ。そんな自慢する気はないんだけどな、マリオくんとしてはね。マリオさんとしてはね。あった。あ、ジンウェーブをマロちゃんにもかけよう。よし、オッケー。これで準備完了だますよ。よし、はい。よしよし、まずはドドをやっつけよう。マルガリータ様はね、 HP 高かったからね。オーロラの輝き、これは恐ろしいぞ。あー、あ、寝ちゃったのか。うん、まだそれくらいならな。 OK。 あ、ドドはもうおしまいみたいだね。よし、はい、ハンドキャノン。今フラワーポイント、あー、まあ大丈夫かな。マロちゃんに回復してもらいたいんだけど。カチカッチ、まずいぞ。強そう。あ、大丈夫大丈夫。はい、700いくらかだったから、もうすぐ倒せると思うんだけど。
よしよしよし、胸がブルンブルンしてるな。よくもやったざますね。今日のところは引き上げ、上げるざます。どうぞ逃げるざますよ。それでは皆様方、また会える日を楽しみにしているざます。逃げるのかこの二人は。ほっ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 、そうか逃げるのかこの人たちは。また後で会うのかな。じゃあ、あ、マロちゃん、よく頑張ってくれたよ、一人で。さすがうちのマロちゃんは強いからね。ピーチ姫、ありがとうね。もういつもありがとうね。何もしてもらってないけど。ありがとうね。あなたはね、いてくれるだけでいいんだよ。攻撃力が上がるな。よーし。これで鍵は手に入るかな。ああ、逃げていっちゃいましたね。え、鍵手に入れてない？なんて言ってる場合じゃありません。早く追いかけないと鍵が。あ、落ちてきた。ふんや、いたたたた。あ、鍵だね。よかったね。うんうん、よし助けに行こう。あれ、あ、泣いてる。マリオ早めに察知してたな。感動の再会を果たしたのかな、多分。うん、行こう。あー、なんか嬉しい。あー、マロ王子の、あ、マロさんじゃなくてお父さんお母さんの像になってる。パパ、ママ、こちら一緒に旅をしてきたマリオさんと仲間たちです。うんうん、これはこれは、この旅はまことにご苦労さん。マロパパっていう名前なんだ。わしはマシュマロー、マロパパだよ。かわいい。こんにちは皆さん、この度はマロがお大変お世話になりました。パパ、ママ、みんなを紹介します。こちらキノコ城のピーチ姫。お、あなたが有名なピーチ姫。パパサインもらっちゃおうかな。あなた、お、すまんねすまんね。で、こちらのおひげさんは。こちらがマリオ家のマリオさん。この旅でいろいろお世話になったんです。重ねてありがとね。あ、もしかしてあのジャンプの得意なマリオ。かっこいいな、サイン。ちょっとあなた、じゃあちょっとだけジャンプを見せてくれないかな。おお、もうサービス精神旺盛、マリオ。みんなわーってしてる。かっこいい。ありがとね。で、そちらの大きな方はどなたかな。こちらがクッパ城のクッパさんです。わお、こりゃまた有名なクッパ。うーん、やっぱりサイン欲しいな。クッパとしては残念でしょうね。またいい加減にしてください。ダメ。はいはい、ごめんね。かわいいね、マロパパね。で、こちらはどなたかな。こちらがさっき話していたジーノさんです。おお、さっきの話ね。なんでもストラーダが大変だという。スターロードです。やっぱ、そっか、マロちゃんが伝えたからね。そうそう、マルガリータが来るちょっと前に火山に大きな流れ星が落ちたのよ。お、それか。でもあそこは火山の主カイザードラゴンがガオーだからな。でもマロも頑張ってマリオさんたちの力になればガオーも怖くないかもね。心配だけど、パパも若い頃は火山にはヒノピオという優しい方がいるので、その人を頼るといいでしょう。ヒノピオ、キノピオ、あ、キノコじゃなくてヒノコみたいなやつかな。待ってみたい。早くマロ、くれぐれも気をつけてね。はい、ママ、必ずスターロードを元に戻して帰ってきます。はーい、頑張っていこう。気をつけてね。困ったことがいつあったらいつでもいらっしゃい。できるだけ力になりますよ。優しい。うん、マロはパパの若い頃にそっくりだね。嬉しいね。そうだね。うん、色はママに似たのかな、多分。なんか奥にないかな。
お、お、もう一回もらえたのか。やったね。このあたりに、あ、あー、あ、これ、うん、うそうかそうか。あ、うん、王族鹿。あ、本物のマル王子。先ほどは失礼いたしました。あんな太って黒い鳥がマル王子のはずがないですよね。そうだよ、気にしないでください。それよりここを通してくれますか？もちろんです。さあどうぞごゆっくりお浸かりください。ただし火山に落ちないよう気をつけてくださいね。わーい、やったね。こっち側ってどこに行くの？あ、ワールドマップか。うん、ちょっとあれが気になるから待ってね。よいしょ、こっちから登って、もっかいもっかい。今回はここのマシュマロ王国の人たちの話を聞くところで終わろうかな。よしよし、行くぞ。どんどん先に。あれ？なんか道に迷ったな。広いぞ広いぞ。話しかけていこうか。ふかふかですね、マル王子。だね。いやー、これこそね、マル王子だよ。ふかふかな、うん、ふかふかじゃないとマル王子じゃない。ドドも結構ふかふかそうだけどね。大きくなられましたね、マル王子。ふかふかですね。あ、あ、これのドドの酒芸のところだ。へえ。ああ、もうここは端っこだよね。セブンはまだいいかな。でこっち側は、あ、こっちに来るのか。大きくなられましたね。ここら辺にいる人はみんなこうなのかな。マルガリータ様はどこに行っちゃったのかな。飛んで行っちゃったから、きっと空に近い場所に降りたんだろうな。うん、火山の方にいるかな。どうかな。お久しぶりです、マル王子。あれ、あれ、あ、ここにみんな詰め込まれてたとこだね。で、真ん中のところが聖地だと思うから、落ちて、マルガリータ様が来る前はよく夜空に花火が上がっていたんだけどな。ドゥーカティとかいう町の職人が作ってたらしいけど、もう見れないのかな、見られないのかな。寂しいな。確かに花火職人さんいましたね。これはお話ししたらね、またあげてくれるでしょう。素晴らしい銅像ですね。町や城、あ、城や町を自由に行き来できるようになりました。下の国からも人が来るんじゃないかな。きっと入り口のお姉さんが知っているだろうね。入り口のお姉さんね。もういっぱいいろんな気になるところが、あ、これはもう行ったのか。じゃあこうやって行って、あれ、あ、これで真ん中の方に行けばいいのか。マシュマロ王の銅像コレクションを見に来たんです。素晴らしい出来栄えですな。わあ、マリオとピーチとマロちゃん真ん中、かわいいな。この銅像なんかこう、この世界の人じゃないような感じがするわ。気のせいかしら。あ、さすがやりますね、あなた。よくわかってますね。わかっていらっしゃるね。王様はマロ王子と会われて、ん？返されて、以前にも増して元気になられましたわ。ジュゲムバスで空を飛び回っていたお若い頃のように。あ、ジュゲムバスまた復活するんじゃないの？多分。よし、来ましたよ、ここまで。こっちは、みんな再び王様にお仕えすることができました。でも家を開けてきたの大丈夫かしら。泥棒なんていないし、大丈夫だよね。あ、マリオくんが取る予定っぽいな、これは。また見張りの仕事を王様がくださいました。マロ王子、ありがとうございました。パパを無事助け出せたのも、あなたがくれた合鍵のおかげです。あ、返さないとね。そんな、王子の勇気があってのことです。これからもよろしくお願いします。こちらこそ。あ、王子。何？これは
私からの贈り物です。お受け取りください。え、フラワーセットありがとうね。さっきもくれ、あ、この人じゃないか。これからも王族のために一生懸命働きます。よかった、ありがとうね。この国の近くには温泉があるのをご存知？もう一回聞いておこう。はーい。えへん、現在王族しか入れないの。あ、まろちゃん。王族以外も入れるようにしてないのかな？してそうだけどね。おかえり、ただいま。うん、ただいま。よし、次は走りすぎないように。うん、3回ぐらい超えたよな。あ、で、ここで、お、こんなところで落ちるんじゃないかな。あれ、あれ、違う、嘘。そんな、残念。こっちに行くと火山だよね。あ、温泉だ。のぼせちゃった？大丈夫？あ、大丈夫だね。これは？注意、この先崖、落ちると火山だぞ。はい、そう、もうマップ移動じゃないのか、これは。まあ今回は終わろう。よいしょーん。うん、まあ、ちょっとね、時間長くなっちゃったから、あ、休みたいのかな。うん、休もうかな。コイン大量だから。ああ、うん、使ってみる。お、今回は大きいパタパタがふふふ、プハーってしたけど何したんだろう、さっきのは。おはようございます。ポン私だったらもう10分ぐらいは寝たまんまだな。二度寝パターン。よし、はい、よし、レベル20になりました。じゃあ今回はね、ここで切りたいと思います。で、ちょっと、もうちょっとね、マシュマロ王国を回って、で、なんか武器タワーに行ったらいいことあるよっていう話を聞いたので、次回ちょっと回ってみようかなって思います、いろんなところをね。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。